小さくしてくれたからこれで注意した甲斐があったわ。この横山がしっかりとですね守りましたんで、勇気を持ってね、うるさい爆音には俺ね注意するのが大事だから。ね、悲しみのレクイエムが流れてますよ。
やっつけてきたからいいよもう。いやもうだいぶ音ちっちゃ、さっきよりちっちゃくなったから。さっきよりも音がちっちゃくなったから。ほら、だいぶちっちゃくなった。なんでこの警備たちは注意しにかかったのかな。なんであのあっちでさ大騒ぎしてるの。絶対聞こえてるよ、ね、白じゃん。あ、行ったかな。もうついにね、警備隊たちが、税金投入した警備隊たちがね行きました。さあどういう戦いが、俺が連れてきたからな、作戦を組んで、ね、警備員たちが突っ込みます。動き出し、じゃあ今とですね、渋谷の治安を守るためにあの爆音対応ですね解散させました。いや、戦うって結構エネルギー使いますから爆音対応ですね。
けました。でもさ、外国人ってああいうの好きなんだな。なんか爆音でなんかさ、ああいう BGM が流れると体が動くんだろうね。なんか普通はさ、なんかみんなすごいノリノリで踊ってた。中にはね、興奮して抱きつく男女がいました。どさくさに紛れて。